っています。届く、うん、超えません。ナイスショット。取り取り。逆です。ペティノ。ゲイシャオシャオリーズ2ゲイ。いいショットです。シャオペティノ。ノータッチエースできました。狙ってきています。叩く。9。彼女のフォアは魅力ですね。おっと切り返す。9。見事なショットです。詰めます。落とした。見事なアングル。来ました。ブレイクバックのチャンス。シャラポワ追いつく。はい、シャラポワ。カモン来ました。シャラポワ。ペティノ。ダリペティ。またエース2本目。ナイスコース。勝ってますからね、いいコースに入ります。リーチが長い。オープンコートがある。その前かけていったシャウルですがアウト。ナイスリターン。ラッポケ形が多いシャラポワです。セッター来た。得意のバックでミス。シャラポワ。ゲームを作っていった方がいいかなと思いますね。厳しいコースです。ナイスリターン。最後はサーブですね。第1セット、シャラポワ7-5 で取りました。ご覧のようにラペティン。
です。振る、シャウです。ナイスコース。いやあ、40、15。ナイスコースです。ナイスコース。いやあ、入っています。逆、見事、A3 です。いやに振る、入っています。ナイスショット。逆、攻めた。つきました。強烈、入っています。リターンエース。得意のショット。ダウンザライン。技術、精神力ともに充実、ロシアの16歳マリア・シャラポワ、7-5、7-6でシャウルを下して準決勝進出。ご覧いただきましたように、女子シングルス準々決勝、マリア・シャラポワ選手対クラウディ。解説はナショナルコーチ金城悦子さんとお伝えしてきましたが、本当に見事な試合ぶりでしたね。本当にそうですね、まあ、技術はね